ビデオ通話であっかり突撃ドッキリ、イエーイ。ハロー、未来赤井だよ。今日はですね、なんとドッキリを仕掛けたいと思います。そのターゲットがこちら、ちゃんまり、イエーイ。はい、ちゃんまりですよ。というのも、赤井、この間のちゃんまりのオフイベントマリズムボル2に行ってきたです。最高に楽しかったんだけど、より最高になるものをね、ゲットしてしまったんだよ。それがこちら。はい、かわいい。というわけでですね、これ入場の際にカードもらえるんですけど、なんとこのカードの後ろに当たりがついてるみたいなんです。で当たりがついてたら、なんとちゃんまりとお話ができる権利を獲得できるんです。イエーイ。そうなの、やばくない？あかり当たってしまったので、もう今からね、突撃したいと思うんですけど、最初はこう声だけでやってみようと思います。で、途中から、最後らへんかな、最後らへんぐらいに赤井の顔を出し、わーお赤井ちゃんでしょーみたいな感じでやっちゃおうかなと思ってるので、まあね、ちょっとその時のちゃんまりの反応で、ね、どうなるかなーっていうのが楽しみでございます。で、やっぱりここね、仕掛け人がいるんですよ。そう、パンディでーす。そう、パンディがね、仕掛けになってくれるんです。だからまあ、パンディはまりちゃんに怒られてくださいっていうわけで、早速やっていきます。もしもし、もしもし、もしもし、聞こえるよ、聞こえるよ。あ、ほんまですか？ほんまですよ。女の子だ。女の子だね。ちゃんまりちゃんとパンディちゃんですか？そうだよ。はじめまして。はじめましてかな。はじめまして、はじめましてじゃないんですけど、好きです。ありがとう、マリズム来てくれたんだよね。もうめっちゃ最高でした、もうマリちゃんの。ありがとう、嬉しい。歌がもう最高すぎて、もうパンティーを燃やしたくなりました。何言ってるんですか？燃やしてくれたんですか？もうありがとうね。で、なんて呼べばいいの、名前？ひかりです。ひかりちゃん、はい、ちゃん、ありがとうね、ひかりちゃん。ありがとうございます。ちゃんまりちゃんに質問なんですけど、実際パンディちゃんのことどう思ってるんですか？いつもなんかこう、ちょっとあしらうとか、すごいなんか、すごいダイナミックな雑な扱いしてはるんですけど、本当のところを教えてほしいんだって。やっぱり本当のところってな。それはでもだってさ、ムカつくじゃんパンディいつもさ。こらこら、言ってるから。営業はいいから、そういう営業とかないわ。気持ち悪い、本当に。そんなことないでしょ。ムカつくんだよ本当。いなきゃダメだって思ってるんでしょ。いや、いないといないで困るけど、でもいたらいたでうざいから。聞きました今の、いないと困るって言って、それが本心なんじゃないですかね。でもなんかもうほんま、もうなんか二人見てると、なんか人気の入った夫婦みたいですね。やだよ、私もそんな、なんか人間と結婚したい。なぜタマリンなの、やだよ、やだ。懐は深いですよ。懐どこに懐あるんだよ。顔しかねえのに懐ないだろうな。そんなことばっかり言うんだから。なんなんマジ。ひかりちゃん、パンディとちゃんまりどっちの方が好きなの？ちゃんまりです。即答だね。即答だね。即答だね。即答、ありがとう。ちょっとちょっと。パンディのことも好きって言って。パンディのことも好きって言って。ちなみになんですけど、ちゃんまりちゃんは好きな VTuber さんとかいらっしゃるんですか？ちゃんまりはね、はい、もう最近オメシスが大好きで、もうね、オメシスの動画ばっかり見てるよ。特にどんなところが好きなんですか？特にやっぱね、あのね、リオちゃんとね、ドボドボドボー、オメカデュンだよ。最近すぐこれやるんですよ。二人の絡みがやっぱ面白いよね。わかるわかる。最近本当すぐこれやるんですよ。めっちゃめっちゃ似てる。似てる。本当よかった。やった。パン
ディちゃんは好きな VTuber いるんですか？あ、いますよ。最近、うんうん、とても大好きな VTuber さんがいまして、うんうん、未来あかりちゃんって知ってますか？もちろん知ってますよね。パンディ、未来あかりちゃんがもう最近大好きで、動画とかずっと見てるんですよ。あれですよね、下ネタ言う人ですよね。そうです、どちらかというとそうですね、下ネタも言っていただけたりする素敵な VTuber さんだと思っています。できればパンディ、その未来あかりちゃんとコラボとかしたいななんてことも思っていたりします。めっちゃ見たいです。でもなんか、ね、光にはなんか未来あかりさんってなんかすごい刺激強すぎて、なんかパンツ見えてるじゃないですか。そうですね、そこもなんかやっぱりチャイムポイントなところかなってバンディは思ったりしています。ね、ちゃんまりもそう思うでしょ。そうかな。そうかな。ちゃんまりちゃんはなんかそういうパンツとか履くんですか？どういうことですか？どういうことですか？そういうパンツとか履くんですか？どういうパンツ？なんか学校でなんかちょっと大人っぽい下着をなんかみんなで買おうとか前になって、ちょっと勇気が出なかったんですけど、ちゃんまりちゃんはモテたりするんですか？ちゃんまりちゃんはね、ひかりちゃんグイグイ行きますね。ちゃんまりグイグイ言うとおパンツの話をしてくるんですね。ちゃんまりのその秘密だよ。ちゃんまりのパンツ何色かとか秘密だから、バカ。ごめんなさい。ちゃんまりちゃんのさ、最後にビデオつなげてもいいですか？もちろん。見たいよね、やっぱりね。お顔見たいな。緊張する。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。ドッキリー。